2020明治安田生命 J1 リーグ第16節サガン鳥栖対柏レイソルの一戦をお伝えしていきます。サガン鳥栖今日のスターティングメンバーです。森田、内田、原、エドアルド、中野、樋口、松岡、原川、小山津、林、石井と入っています。控えメンバーはご覧の通りです。柏レイソルもスターティングメンバーです。キムスンギュ、高橋俊樹、鎌田、古賀、三つ丸、三原、大谷、豊島、江坂、小屋、オルンガ、控えメンバーはこのようになっています。シュート、江坂、左足強烈でしたが、このボール見放せる、原川競り勝つ。さあ小山津の前にこぼれた、高橋俊樹ディフェンスに当たりますが、小山津仕掛ける、小山津、そして石井ヒールで戻す、原川とキムスンギュ、いい弾道の原川の右足でしたがキムスンギュ抑えています。林からのボールは結果的に柏ボールに変わり、一気にさあ今度は柏レイソル、小屋運ぶ、オルンガ戻して、小屋というところでしたが、ただまだ柏レイソル、江坂、オルンガ、柏レイソル先制はオルンガ。早くも昨シーズンの J1 得点王のゴール数を上回る今シーズン16ゴール目はオルンガです。鎌田、高い位置取っている高橋俊樹、先に三原、そして高橋俊樹追っていきますが、このこぼれ、エドワルド、ただ中途半端になって江坂、ダイレクト入った、小屋、エドワルド、そして内田、さあ早めに林を走らせる、小がつくが林、前を取れればチャンスに持っていけるか、林懸命にキープする、林切り返した、林倒れた、ペナルティーキックを獲得です。林の仕掛けが実りました。いやー、林が価値あるペナルティーキックを獲得。柏ゴールキーパーはキムスンギュ、追いつくか、サガン鳥栖、林が決めた、鳥栖追いつきました、1対1。近くには林、原川、このボールは柏レイソル奪っていきます。江坂、さあいい形で小屋に入る、オルンガ、あるいは豊島も前をというところでしたが、ここは北爪戻す、江坂、強烈なシュートでしたが森田の守備範囲でした。江坂、さあ森田中に入って、1アウト、わずかに合わない、ちょっと石詰まるような形になってしまいました。ただ森下がよく絡んで、今度は原川だ、エリアの中、原川、いやー、フリーキックで散々見せてきた男が今は非常にテクニカルなループ気味のシュートを放ってきました、原川です。まあ、少し入れたいんですけども、前の動き出したら少しやっぱ少なくなってきてな、ちょっとシャルジソンがね、そのあたり、はい、さあオルンガに入った、オルンガ、年も追ってきました、タッチ終わります。江坂、北爪、オルンガ待っている、オルンガ、あっとオンゴールになりかけましたが、いやー、ここはポストに助かった鳥栖、
中原さん、これもラストチャンスでしょうね。いや、そうでしょうね。縦関係のボールさあ、オルムがターゲットだ。まだあるか、中田、三つ丸、そして江坂に出る。江坂折り返す。このボールがラインを割ってここで試合終了の笛。エドワルドもものすごいガッツポーズを見せて喜びを表していますが、サガン鳥栖がホーム連勝、柏レイソルを退けました。2対1。